ようこそいらっしゃいませ。VTuber ニュースのマリアです。アシスタントのブッダだよ。スパモン様やで。海外のサイト、ストリームスチャートによると、2024年11月17日から23日までの1週間の VTuber グループごとの平均視聴者数は、ホロライブが1位で 13,544 人、ニジサンジが11位で 2,147 人となっていたようです。ちなみに、ニジサンジ EN やホロスターズは20位圏外なので何位かわかりません。拡大します。一部日本語が変なのは、Google 翻訳を使用しているからです。まあでも、配信時間は、ライバーの数が多いだけあって、ニジサンジが圧倒的なんやな。2018年にタスミ社長が言っていた24時間常に誰かが配信しているような状況になるまで増やすって目標はまあまあ達成できてる感じかな。2時3時チャンネル数を見ると6位と8位と10位は一つのチャンネルだけなので会社であってもグループじゃないのかなって感じですけども、ホロライブを除いてもアクセラレータ V 少女や V スポとも視聴者数に差がついてるのを見るに蘇生乱増感が強いですね。2時3時ホロライブは少数精鋭の戦略なのかな？新人のホロライブデバイスよりも、ベテランのホロライブの視聴者数が2倍近くあるのすごいね。足を引っ張ってるようなベテランが少ないんだろうね。最近の2時3時は、渋谷はじめくん以外でも、視聴者数百数十人ってのが珍しくなくなりましたしね。平均を取ったらこうなるのかなって感じです。他の詳しいデータが知りたい方は、動画概要欄のリンクから見に行ってみてくださいね。動画を終わります。ご視聴ありがとうございました。動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録や評価ボタンを押していただけると嬉しいです。また、次の動画も見てくださいね。